おはようございます。3月23日木曜日の朝です。昨日は WBC 日本代表の優勝に沸き、桜も満開になり、春爛漫というところですが、今日からはちょっと天気が下り坂になるようです。でも体を動かしながらやっていきましょう。では仰向けになってください。呼吸を楽にしてください。床の上の体を観察してください。床についているところ、浮いているところ、体の右側と左側を比べてください。頭を左右に傾けてください。頭を傾けるときに体、他の部分は床の上でどう動いているでしょう。重さの移動を感じられるでしょうか。では動きをやめて、左を下にして横になってください。両膝はお腹の方に曲げて重ねてください。昨日はこの手を床の上を滑らせて頭上に動かしたり戻したりしました。今日は足を動かしたいと思います。上の足、天井側の足、右足をまっすぐ伸ばしてください。頭から右足の先がまっすぐになるように置いてください。ゆっくり優しくこの右足を少し後ろ側の床に動かしたり戻したりしてください。床を滑って背中側の床の方に動かしたり戻したり、腰の痛い方は注意してくださいね。痛くならない範囲で動いてください。呼吸は止まっていませんか。で、足を後ろにというふうに私は言っていますが、どこからが足なんでしょう。膝から下でしょうか。股関節から下でしょうか。このおへそ、みぞおちのあたりから足が生えてると想像したらどうでしょう。少し動きが変わってくるでしょうか。でも優しく優しくですね。今度はつま先を天井に向けながら動かしてください。そしてゆっくり戻ります。つま先が天井に向いてかかとで滑っていくような感じですね。そうすると骨盤はどう動いていきますか。今度はつま先が滑って後ろに行ってください。この時にこの右の骨盤を少し前に倒しながら動いてください。そうですね、右の骨盤を右手でそっと触りながら足が後ろに行く時に右の肩が前
の床に近づくようにしてみてください。そうすると体の上半身、体は床の方に傾いていきますか。足を後ろにというだけで、まあいろんなやり方がありますね。では動きをやめて仰向けになってください。体の右側と左側を比べてください。どちらが床に優しくついているでしょう。では右を下にして横になって同じような体勢をとってください。両膝はお腹の方に曲げて重ねて、天井側の左足をまっすぐ、足元の方向に伸ばします。そして頭から足先がまあ一直線になるような位置に置いてください。ゆっくり優しく後ろに引いたり戻したり、決して無理せずちっちゃな動き、まあ1センチでも5ミリでもいいので、後ろに引いたり戻ったり、戻るときは真横、最初の体勢まで戻してくださいね。そしてゆっくり後ろに引いたり戻った。みぞおち、おへそのあたりから足が伸びていると想像してみてください。無理せず優しく優しく行ったり来たりしてください。呼吸は止まっていませんか。今度はつま先が天井を向いていくような動きで足を後ろに動かしてください。そしてゆっくりと戻ります。つま先が天井を向いていくと骨盤が開いて上半身も天井を向いていくような動きになるでしょうか。どこかすごく一箇所に負担がかかっているような動きになっていませんか。痛みやすごく伸ばされている感じにならないように、そこからは逃げるようにして動いてください。ゆったりと優しく、今度は戻ってきたら左の骨盤に左手をそっと乗せて、つま先が床を張って後ろに行くように動いてください。その時に骨盤は前方の床に向いて行くように動いてみてください。動きの大きさはさっきよりも小さくなると思います。ただ上半身にはどんな動きがあるでしょう。
おへそはどちらを向いていきますか？大きく動くのがいいわけではなくて、この動きに体全体がどう協力してくれるのかが、体にとって優しい動きにつながると思います。頭は床に向かって転がしてみてください。呼吸は楽に、では一旦左膝を右膝の上に乗せて横向きで休んでください。呼吸を楽にして、でまた左足をまっすぐ下に伸ばして、後ろに引いたり戻ったり、最初にやった時と比べてこの動きは何か変わりましたか？少し足が動かしやすくなったでしょうか。では動きをやめて仰向けになってください。床の上の体を観察してください。床と体の接地面、今日最初に仰向けになった時と比べてください。頭を左右に傾けてください。この動きが体全体に与える感じは、最初と比べて何か変化はありましたか？では動きをやめて起き上がってください。はい、いかがでしたでしょうか。足を動かすというのは、上半身どれだけ協力するかっていうことが感じていただけたでしょうか。今日はちょっと大股で歩いてみてください。では、いってらっしゃい。